ポケモンソルジャーの切ないです。A ゼロです。今回は第2回抽選ポケモンで101やっていきます。結構最近第1回やったばっかりだね、これね。まあ、思ったより評判良かったし、改善したいことがいくつかあったので、まあ、第2回やってみようということで。まあ、改善したいところで言うと、自分が育成しながら考えるっていう方向で時間短縮を図ったんだけど、考えてることを口に出しながら、努力中打ってみたいなことするのが多分伝わってない部分があったから、時間を分けた方がいいかなってのは思ったね。ということで、今回はちょっと前回と比べてルールは変更があるんで、まあ後で説明します。この企画はマイナーポケモンを含めてもうすぐ終了する剣盾を隅々まで遊び尽くしてやることをコンセプトに、抽選で選ばれたポケモンをテーマに1対1のミラー対戦をする企画です。ガチポケモンでもよし、めちゃくちゃマイナーポケモンでもよし、とにかく101。ルール説明すると、抽選ツールでランダムなポケモン1体出して、そのミラー対戦を45分後に行います。前回は試行時間、育成時間合わせて1時間だったけど、今回は試行時間30分で育成時間15分。対戦のルールは前回と同じ1対1でダイマックスなしで TOD あり。前回よりも分けた分時間が短くなってるのが、どれだけいいものを早く気づけるかっていうのが重要になりそうだね。というわけで早速今回対戦するポケモンを抽選で選んでいきたいと思います。じゃあ抽選ボタン押します。はい、はい、おー、ロズレイド。あー、剣盾にいたんだねこいつ。対戦で使われたことあるかな。じゃあ今回はロズレイドで1対1のミラー対戦をするということで。はい、まあ、ロズレイのことを剣盾になってから全然知らないので、とりあえず見ていきますか。前回みたいなお互いのミラーでハメを使うんだったら、ロズレイドといえばヤドレギとか毒毒だけど、これはミラーにおいて効果がないから、ハメるっていうのはちょっと難しい。ロズレイドの種族値的に特殊で殴るのと物理で殴るのあんまりダメージ変わらない気がするから、この種族値の差はあんまり考えなくていいかな。最大打点が特殊だと神通力、物理だとギガインパクトとか毒好きになるから、一応その技たちをまあメインで考えることになる。であと見落としてたけど、最大打点に日本バレーウェザーボールがある。これにエイゼルが気づくかって言われたら多分気づくので、まあ、ある程度対策は必要かな。これラグラージの時よりもどの持ち物、どの配分、どの技、物理特殊選ぶかで勝敗が明確に分かれるから、多分どの方もこの方には負けるっていうのが一つ以上ある。だから一番勝率が高い方を選ぶのが大事で、A0 も絶対そうするはずだから、その型を見つけてそれに勝てる型を選びたいんだけど、どれ？じゃあ技見た感じ、弱点つけるのが神通力と日本バレからのウェザーボールぐらいかな。まあ一応日本バレからウェザーボールすると天候が変わることで威力倍で、晴れの 1.5 倍含めて威力150だけど、2ターンかけて150って、まあ、神通力2回分より弱いから、あと相手も同じ型だった時に日本バレ打つターンが無駄になるとかあるから、まあ使い勝手はちょっとちょっと難しそうだけど、まあ、考える選択肢ではあるかな。で、まあ多分弱点保険とかまで考慮すると、まあ、等倍の打点、ヘドロ爆弾か、シートデーが高くて AB 低いから、まあ、毒好きっていう選択肢も一応ある。で、前回ラグラージで S 操作が非常に大事だったんですけど、S 操作の綿胞子とか、しびれ粉とかが草タイプに効かないから、S 操作技がないかな。それが、なんかスカーフとかカムラみたいな持ち物の効果は、まあ、存分に活かせる。まともに通る技がないから選択肢非常に少ない気がするんですけど、両方とも相当な火力でツーパンはできる状況を作って攻撃するはずだから、多分攻防戦もあんま意味ないけど、技スペ余りすぎて入れるみたいなのはあるかも。で、特性も毒のトゲ意味ない、自然回復意味ない、テクニシャンしか意味ないけど、威力60以下の技が通る技ないです。何一つないんで、特性は何でもいい。技は毒技か弱点つけるウェザーボール日本バレか神通力で、変化技に、まあ、剣分積み技入れたり、身代わりしたりとか、守るしたりとか、眠りしたりとか、そういう選択肢が何個かあって、配分とかで何を耐えるかとか、持ち物でどうやってひっくり返すかとかが、そこをメインに考えたいんですけど、神通力は多分一番最初に思いつくから、それの対策として弱点保険があるわけで、でも結局だから上から2発で殴るか下から1発で倒すかのゲームで、スカーフはタスキに勝つで、タスキはメガネとか弱歩の耐久に勝つで、メガネとかの耐久はスカーフに勝つっていう3組ができてるから、
うん、それを抜け出したいんだけど、抜け出し方がちょっとわからない。スカーフで耐久に振って、スカーフ以外のロズレイドを抜けるようにしつつ、スカーフの攻撃を2発耐えつつ、弱砲なりメガネなりの攻撃も耐えつつ、2パンできれば、それが最善だから、今回はそれを目指すことにしようかな。で、一旦、耐久フリースカーフで、いろんなやつに勝てるようになるかだけ考えたいかな。陽気 A ぶっぱの、ハチマキロズレイドのギガインパクトで、耐久無フリのロズレイドが、16分の5でしか落ちない。いじっぱりにすれば16分の14で落ちる。思ったよりロズレイドの A が低くて、いくら物理柔らかいロズレイドといえど、ハチマキじゃワンパンするの厳しい。で、これ H フリーのロズレイドだったら絶対耐えるってことだから、H フライティロズレイドにギガインパクトって耐えられたら多分返しで絶対負けるから、ハチマキはさすがにない。俺ね、ラグラージの時は素早さ操作技があったから、割とミラーの考えって簡単だったような気はするんだけど、ロズレイドは素早さ操作する技がないから、カーフとか持たない限り結構同速勝負か、型の噛み合い勝負になりそう。S 操作技がないのを利用して、めっちゃ耐久って S 振ってないスカーフで、神通力をいっぱい打つ方が勝てる。イルミ効果もあるし、ハレウェザーボールを打つには、日本バレーウェザーボールっていう風に2ターン必要だから、ハレウェザーボール耐えすれば、スカーフの神通力3発でロズレイドほぼ確実に倒せるだろうし、どっかでひるむだろうから、ひるみの確率も考えてそれが一番勝てる。1回目ハレウェザーボールを耐える確率を上げると、今度は H フリーロズレイドを神通力2発で倒せる確率が下がっちゃうから、どっちを重視するかって言われたら H フリーロズレイドを神通力2発で落とせる方を優先したいから、この調整がいじっぱりハチマキギガインパクトを確定耐え、臆病のハレウェザーボール耐え、で神通力で H フリーのロズレイドを2発で、素早さを28、余ったのを全て回すことで A0 が同じ考えをして耐久フリースカーフ型を使ってきたとしても先に行動できるから勝てると。いじっぱりの弱を発動した毒好きでこのロズレード倒されないから、負ける可能性あるの控えめ CD 振り直帰ぐらい、それかこの S28 振りのスカーフロズレードを抜いてくるスカーフロズレードか、とんでもない肩、粉とか爪とか以外にはおそらく全部勝てるはず。ラグラージュと比べて技の種類が少なすぎるのが悪いんだけど、多分 A0 も同じような考えで耐久フリースカーフに行き着いてるような気がするけど、その先を行く考察をしてたら、まあ、あいつはすごいってことにしとくか。1回目ぶっぱの神通力2発が H でロズレード耐えるので、で神通力を打たれると弱点保険食われる可能性があるから、それが神通力採用する時の一番の悪いところだね。スカーフが勝てるのはその陽気ハチマキ毒づきとタスキで、メガネ耐久フリメガネとかには負ける、あと弱点保険とか弱保のケアをどこまでするかしないかゲームな気がするんだよな。しなかったらもう無視して神通力連打が一番ダメージ的の割合が大きいから、ただそれに対して弱点保険で殴っちゃえば当然勝てるわけで、でプラスに神通力を耐えれるようなスカーフ型は存在しないから、上から神通力で殴った時に弱点保険噛み合うと絶対負けるわけで、なんで択なんですよね。やっぱり H 振りまでの耐久メガネとか弱音には絶対勝てる毒好きハチマキダメかな。これ勝率悪いかな。5割同速スカーフには2割遅いメガネや弱音には勝てる。いやもう時間ないな、もう毒好きしか打たないから初手から、もう毒好きだけでいいかな。まあ、見せ画面は当然のごとく、オスレイド1対1。オス同士。マジか、オスかよ。メス来ると思ったわ。オス同士ね、なるほどね。いつにも増して、同じような型使ってんじゃねえかっていう匂いがプンプンするぜ。ほんと？いや、今回絶対被ってないと思ってるんだけど。あ、そうなの？いや、だって型なくね？いや、相当ない。これで被ってたら、本当に被ってたら笑うな。いや、さすがに被らないと思うんだけど。これ被ったらもう面白すぎる。あー、色違いね。はいはい。色違いです。色違いだからこっちの方が気合が違うからね。いやー、なるほどね。どうですか？一旦ね、こんなエフェクトなんだ。いやー、結構きついね。ちょっと多分毒好き？え？なるほどね。何ですか？それはじゃあ、いやあれで乗るしかないな。ダメージ、いやはい。はい。はい、いや。いやそれか。まあ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 。準備45分、対戦1。いやなるほどね。はい、大変ありがとうございました。
というわけで、ロスレイドを1対1やっていったんですけども、これは何が起きたんだ？ HABD、S 最速ハチマキだね。あ、S 最速のハチマキなんだ。そういうこと。S 早い方が勝ったという。うん、そうね。6支配分がこれで、臆病ロスレイドのハレウェザーボール耐え、ハチマキロスレイドのギガインパクト耐え。あH フリロズレイドを陣痛力で2発。うんうん。同じような配分考えた時用の S ちょい分。いや、まあまあ、計算したら HD メガネに負けることに気づいて、あと弱歩とか。いや、でも、先制すれば陣痛力何回も打てるから、ひるみ。まあまあ、ひるみはあるね。一番これが勝率高いんじゃないかと考えて、これでした。うん、なんかめちゃめちゃ今回、なんかすくみすぎてて。100% 勝てる方はないね。うん。どれかの方はどれかに負ける。さすがにメガネは使わんやろうと思って。ほんと？いや、結構 HD メガネ、なんかその3スクリーンの中の方法に入れてたんだけど、まあ、直球とあんまやってること変わらない。あ、そうそう、メガネと直球はほぼ一緒だね。だったら打ち分けれる直球の方がいいと思ったけど、多分このゲーム打ち分けないよね。相当なことがない限り。だって俺わざわざロズレイドの技陣痛力一つにしたもん。ああ、いや、毒づきしか打たないから毒づきで一個でいいやっつったけど、消すのもめんどくさくて、なんか適当に覚えてる技3つ入ってる。いや、押しミスしたら負けるから。いや、まあそう、そこで押しミスするのやばい。A0 が押しミスする可能性もあったから、やっぱ俺の方が勝率高い。ああ、なるほどね。ちょっとルール変えてみたけど、今回のがどうだったか、それもぜひコメントの方で教えてください。はい、お願いします。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。